どうも皆さんこんばんはフラメンコですバイオハザード RE4 を続きやっていきます今回はチャプター3からということで早速通信が来てますね彼は元研究員アンブレラアンブレラ待て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 聞いてなかったって最初の最初の一文分,分かんなかったって誰がアンブレラって分かったこれから教会へ向かうそれじゃあとでオッケー。教会へ向かうところからなんですがえっ、はい、ーだ ルイスセラー。ああ、ルイスね。はい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 。あいつ、あいつもエージェントなん。てか。確かにな、足ぐらい折ってやればよかったな。めちゃくちゃに恩知らずだったな、あいつ。まあ、イケメンだから許すけどさ。ルイスセラナバロンの名前が初めて文的な、違う、公的な文章に登場するのは某大学の学生名簿。ああ、学生以前の記録がない男か。面白い男。アンブレラ社、アンブレラにいたんだ。 はいはいはい。見つけることができない。この消失の設定ぶりから、ルイス自身が極めて意識的に自分の足跡を消したことは確実である。なるほどね。あいつ何か知ってるな、アンブレラのこと。次に会ったらぜひ問い詰めてやりたいところなんだけど、とりあえず今は教会へ向かいますか、これ。開かないと。でもな、謎の女エージェントが誰なのかもわかんないし、多分、 パッと見、エイダだった気がするんだけど <laughs>、あとはあれだな。あの、男がな、何者なのかもわかんないから。謎は深まるばかりだな、今んところ。はいはい。これは前回読んだね。イルミナドス経典。<laughs> イルミナドス経典ね。オッケー。一旦セーブしちゃった方がいいとかあるいや、ないよな。まださすがに早いよな。ちなみにアイテムとかは、問題ないか。一応これ、リロードだけしとくか。 ドガンオッケーリ,ロリロールだけやっといて HP が少なめだけど生卵食っとくかオッケー生卵を食しておきましょうよしまああのー、前回ね鍵を見つけることはできたんでおお助かった危ね見つけてなかったこれうんそう前回この家をね出た先のおいしょーここの鍵は見つけたんで ま、同じ。なんだ犬ワンちゃん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 ワンワン助けてあげようかさすがに。さすがに助けてあげようかかわいそうに。大丈夫か今待ってるよ待ってるよ落ち着け落ち着け。動くな動くな。開けてやるから。お前噛むなよなら。開けてやるから噛むなよ。頼むから。はい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 。オッケー。ナイス。大丈夫 えー、ハーブ、少ないんだよな、ね、今。いらないああ、いらないか。もう捕まるなよ。オッケーオッケー。大丈夫かな、あいつ。野生でな。あ<ー>あ<ー> <laughs> ちょっと待って待って待って。<laughs> ちょっともう一個あったのもう一個あったのちょっとびっくりした。ああ、びっくりした。あーあぶー、舟危ねえ、過去一大きい声が出たかも、今。<laughs> くそ。くそ。ああ、あのワンちゃんと同じ目になっちまった。ああぶね、舟危ねえ、ね なんだ開いてるやつがあったのかもう一個。なんだもう全部閉まってんのかと思ったぜ。まあいいや。OK。同じマークがついた鍵をね。はいはい。紋章の鍵をね、見つけたんで、これをね、使えば、あの教会も開くと思うんで、行きましょう。教会へ、さっさと。大統領の娘がなぁ、一体どこに誘拐されたのか。まあ、ある人の話ではね、その教会っていう話なんだけど、 どこまで連れて帰ったのかさっぱり分かんないからな特にないか人形とか灯弾のマークとかないかここら辺には OKOK つ <laughs> ーかまた次にあの町人に会えるのはいつなんだろうなそんなに溜まってないかお金、ねまあ、あればあるほどいいってことは分かったんで積極的にねああいう樽とかを壊していきたいところはい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 、はい、もうそんなんじゃビビらないよさすがに <laughs> いる。見えた。人が見えました。えー、こっから戦闘だ。オッケー。了解。まあ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 。ここまで来ればね。来ればつっても、弾、あー、弾がそんなにねえな。作っとくか、今のうちに。えー、素材 L。素材 L で、ライフル弾作ってもしょうがないか。今実用的なのは、ショットガンか、ハンドガンか、ちょっとショット、うーん。 ショットガンの弾がないからショットガン弾作りてぇな。やめとこ <laughs> 作ろうとか思ったけど、やっぱりやめとこあ,あ、ワンちゃんの声がするけど、あいつ敵だったりしないよな。さっきのワンちゃんか、あれ。ここはどこだ違う村かそれとも最初の村かこれ最初の村っぽいな。ここでなんか、チェーンソーマンにボコボコにするだけ奥がある。あれはパート2のことだったかな。多分。 オオッケーオッケケーー奥に何もいないよな開く開くけど、奥には何もないか。よいしょ。あれ本当にここか <laughs> こんなところあったかマップはうーんと、あ、まあ中央広場か。中央広場ってことは、やっぱり同じ村だな。でも想定してた場所とは違うみたい。あ、はいはいはい。こっち側ね。はいはいはい。了解了解了解。 分かりましたあっちが教会だじゃあはいはいなるほどね分かりましたえーチェーンソーマンにやられたのは反対側でしたこれこの塔の後ろでしたえっとでどこがいけるんだこっちかここあれじゃんはいはいはいニワトリに後ろから蹴られたとこだまだ村のやつらは教会の中いるのかそこになんか揺れてるランタンとかあるけど行きとけにないのかなうわーうわービッたじゃん何何何で どうして? <laughs>。危ねえ。危ねえ。ああ、なになに。ええ。わんこ、わんこ、わんこ、わんちゃん、わんちゃん、敵ん敵敵,敵だね。敵ボーイ、うわあ、やべ、ああ、撃つだ。やべ、ああ、撃だ。うわあ。あぶねえ。あぶねえ、ワンちゃん、一発でしないパターンだ。<え>これ、撃つ。え、ちょっと来てんのか、これ。来てんだろうな、これ。おお。ちょっとエイム力がなさすぎる、俺。うわあ。あぶねえ。ああ、と、ああ、つか。違う、ああ、つだ。あった。オッケー。ナイスー。移動として。 近づいてきたところを撃ち落とせばいいのか。こんな感じ。ぽい !OK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 。あ、これでさっきのやつだ。一回ナイフ刺したやつ。君も撃って撃って。そこよし行け行けい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 け刺せ刺せなんかもったいない気もするけど。ナイフの耐久がもったいないような気もするけど。あ、HP 削れ上げればいいか。そこよしナイスー。怖えワンちゃん怖え機動力高すぎるでワンチャン。OK。 ワンちゃんだけかワンちゃんだけなのか待って。通れんくなったやん。<laughs> そういうことか。そういう狙いか。やべえ。エージェントレオンの存在バレてるぞ、これ。声がする、声がする。いるな。待って。あ、人の声が急にしてきた。急に人の声が聞こえてきたな。開いてないのか、ここ。あ、開きそう。ラン、うわあぶあああ、ぶなああ危ねえ。一旦離れて。 こんなとこに罠なかったでしょう。オッケーオッケー。オ壊すのはいいんだけど。えアイテム増えてたりする？これ。オーブだ！オーブで、行っそク反射神経負けたー。ちょっと負けたー。おお、<laughs> しまった。あ <laughs> あ <laughs>、これ落とす、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 ああ、いってー。ベルダン？ベルダンって言った今。よくやったって自分に言ったか。まえ。オッケー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 ,オッケー,オッケー。 痛すぎるさすがに回復しよさすがに回復しよこれああどうしよう救急スプレー使うか救急スプレー使ってもいいけどこれ回復するかああまあこれでいいか一旦ハーブ使っといて痛えたまも残り少ないぞなんだよーあのおばあちゃんに反射神経負けたわ普通にああ声がする声がするどこだどこだそ外か外だ よし受けナイスおおーおおクリュテガルナイスナイスクリュテガルありがたいただなんか少ないからな。なんか敵が配置し直されてるな、これ。まずいぞ。池だらけがまたこの村。あ、違うわ。この道であってんだ。教会に行くのに。え、どうしよう。一応、見てきた方がいいアイテムないかどうか。なんか、今の感じだとアイテムもありそうだな。ここにい,いんだろここにいんの分かってんだよね。分かってんだ、あそこにいんのは。 おお、狙ってんな、あれ。しっかりと。今だペレまだながある、ながある。2階だな。いいっくっそーな、死んでない、こいつ。やるしかない。OK、やって。いいの入って。ホールド。あ、なんか押せる。押せるぞ。これ。いけ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 。押しまくれ、押しまくれ。なんかわかんないけど。んー、何の意味があったんだ、これ。<laughs> よし。罠、ま、が、あまあ、ねえけど。閉じてあるってことは、上にもアイテムがあるんだろうから。いっときますか、一応。 ほんとに行く意味あるんだろうなこれなかったら怒るぞ俺ライナーここ開けとくああ使っときますか小さな鍵使っとこうここにオープンなんかいいものくれ古風な羅針盤何これもしかして換金アイテムかさてはうわー売却専用だまあ8000円大事かまあまあまあ 未来への投資やな、この小さな鍵は。使ってった方がいいんだろうな、あの鍵。たくさんあるんだろうな、これからも。まあ、先に進みましょうか。よし。完全にもう一本道だけど、どうしよう。先にあの、あいつやった方がいいか。やった方がいいか。どう考えても。OK。じゃあ、ここら辺から冷静に狙いをつけまして。絞れ、標準。よし。一発打ち込んで。 近づいて、目で。ナイスー。いい蹴り入った。よし,よし、ナイスー。いい蹴りです。完全にいい蹴り。うわ、あ、近いけるようになってる。近いけるようになってるけど、え、え、え。いや、近いった方がいいか。なんか、マップ上になんかあるな、トレジャーが。え、でもこれってあれだよな。扉の奥だよな、どう考えても。あ、地下バートかな。うん、地下バートにしましょう。よし、じゃあ、いよいよ行きますか。 大統領の娘がいるかもしれない教会の中、レッツゴー。いやー、果て手な歓迎やめてな。あれか、あれが教祖か。この、よくわからねえ、化け物を生み出している教祖か、あれが。いやー、趣味悪いか趣味悪いかと思ったらけ、結構でもいい家だな、これ。<laughs> 結構いい暮らししてるか、ここの教会。 よいしょああ当たんないオッケーえー、何何何何痛ーいひどいこれ食えるのかこれほらほらこれ飯かこれさてはさては飯と見たナイス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 クサイヘビゲットこれ飯でしょさすがに独特の反応を持つ中型のヘビ毒性を取り除けば食用可能毒性を取り除けばえー、っと 調べてここう、独占を消したりできるか、これおおリアルなヘビだなこれめちゃくちゃリアルだなこれ特に毒占を取り除くなんてことはできない今のレオンにはまんま食うしかないかあれ、まあ、一応回復アイテムということでそういう認識でいいんだろうな何この部屋スモーク焚いてるて何ライブハウスか何がここどっかにスモーク炊く機械ある PDA さんいるこの教会もしかして 大体ステージのほら、横後ろとかでしょ斜め後ろとか。なになになにびっくりした。あ、自分が <laughs>。えっと、自分が、椅子を蹴った音でした。開けて、素材 L。でもな今、ガンパウダーがないな。素材 L だけのクラフトでなんかできないかできませんと。OK。調べますかあー、違うわ。同じ写真というか、絵か、これ。2階にあったやつと、あの民家の。あ、胸に、 教団のマークあるやっぱり教団の人だ、あれ。待って、めっちゃ、ア音ショトが聞こえた、今。あ、声も聞こえました。先にいるかだって、ここめっちゃスモークタイってあるもん。ステージやん、ここ。明らかに。えー、骨でかっ待って待って、骨 <laughs> でかっええええええでかっ、骨。顎割れてんな。顎割れすぎだな、こいつ。鉄顎にも程があるな、この割れ方は。 待って、人間のそれじゃないよな、これ、どう考えても。これ、ご神代ってやつかな、これが。オッケー。イルミナロス京典四章9節前回見たのは三章だったっけ眠れ育て。我らの赤子。母たちは毎夜、お前の肌着を塗った。言った塗った。つくろったかなつくろったかもしれない。日々大きくなるお前の体に合わせるために。お前は日に七金る七金るの麦と、永久半島を食し、今や小屋ほども大きくなれり、 てこの絵に載ってる。わ、確かにな。左側の絵の手でかいな。それがこいつかあ、調べられるようになったな、これ。うわ、人間の頭がめちゃくちゃ奉納してあるな、手が。よく見たら。気味悪いぜ。待ってよ。これをさすがに調べる前に、こう、ちょっと、アイテムとか何か、いませんか。<え>あ、なんか嫌なとする。この奥。まあ、一旦ここ開けろ、こん。OK、オキショットガン玉。ナイス。 でかい。オッケー。最大,大限後ろにでも警戒,し警戒しつつ、調べるかさすがに。でけえでかすぎんだろ、この塊。これさすがに食うよな、一日に。牛まる半島。でけえ。なんなんだ、これは。巨人半巨人ってやつそれとも何かの違う生物か。なんだ、これ。ウサギの相てもありそう。救急スプレーだって。 回復アイテムってことは、この戦闘がありますね、この後。OK です。えー、漁師なく使っていきます、この救急アイ,アイテム。今日の救急スプレーは。いる。いる。どこだああお兄さんか。びっくりした。お兄さんでしたか。OK。ならいいわ。えー、武器承認の助言。えー、弾不足の救世主。銃弾は撃てばなくなる、当然だな。ボルトスロア、こいつは違う。撃ったボルトは回収して再利用できる。余ったナイフで作れるボルトのレシピを販売中。 おーあ、そういうことか確かになあ買うか前回渋ったけどボルトスロアえボルト用マインをボルトに装着すればマインスロアに早変わりあはははあ爆発するのねセンサー地雷ねなるほどボルトが戻ってこない代わりにそういう使い方もできますよとだから素材 L がたくさん落ちてるのかこれもしかして物があるぜおっすー ちょっと待てなおっちゃん先にここら辺調べるわあライフンたまないっすこれはああそうか新しい依頼ねあおああクソリヘビやん3匹を売却3匹を売却3匹もいたか捕まえるチャンスいや今後かこれオッケーヘビ見つけたらちょっとやってくわ、うん、今後捕まえてくわ、ね、オッケーじゃあ 頼むわほら新しいいを覗いてけよこうやってサブマシンガンだうわーちょっと価格以上の値打ちもんだ約束するぜ値打ちもんだなこれよしじゃあちょっとね色々いろいろ買ってきましたまずね左が…左じゃないわレオンくんが背負ってるこれねボルトスワー買ってみたんだけどまあ一応ねなんかセール中だったんで買いました <laughs> まあちょっとセールに上がらないなかったなあーセールにあながえあながえ,あながえ ああらがあら、ね、ちょっとセールにはね、あらがえず、はい。購入したのと、あとナイフの帯域を戻したのと、ね、あとハンドガンの装填速度をね、若干上げてきました。はい。これでね、先に進んでいこうかなと思うんだけど、どうしようかな。先に進めるのは進めるんだけど、村の地下、行ってきてもいいか、これ。一応。一応行ってこようか、村の地下。うるせえ。うるせえ。行くぞ、俺は。村の地下に、何かアイテムがあると見た。 うわ、危ねえ開けてなかったここ。キッチンナイフあるじゃん早速作るか。えっ、ー、と、ナイフと、あのー、あれか、素材るか。を使うことで、ボルトもね、作れるらしいんで、作れるらしい。こっちか。えなんだこれ何がいいんだこれ違うナイフかこれ。キッチンナイフじゃなくて違うナイフかこれ。まあ、いいや。ボルトかける4作っとこうか。一応ね。あ、これも使うのか。まあ、触らそうか。ちょっとね、 カツカツなんすよね。<laughs> 場所が。ちょっと、美しくないんで、ちょっと。動かしとくけど、カツカツすぎてやばい。よいしょ。頭も作れて、ハッピー、ハッピーと。よし。じゃあ、あの、おばちゃんが守ってた、この地下の奥にね、行ってみようか。あ、行っちゃダメとかないでしょ、さすがに。よいしょー。ちょっと、急に行かないで、レンオンくん。うわっあびっくりした。敵じゃないな。 やだー待ってああ、見なかったことにしようかな、これ。待って。やばすぎんないか、この空間。やばすぎねえか、この空間。やばすぎるな。暗すぎるな、そんで。汚ねえな、そんで。井戸の中にゴミ捨てんじゃねえ。バカだれ。いいかちょっと待って、まず敵がいないか、どっか。探すの大事。ねな、裏側に。なんだこれ、ゴミか。これもゴミか。オッケーオッケー。なんだ、ノノトだ。 何の音だ大丈夫だなよし。一旦これ。開けさせてもらって。スピネルとガンパウダー、ナイス。何なんかもっと奥の方でガラガラいったけど。俺じゃないよな、今の。よし、ナイス。ああネズミちゃん。ネズミちゃんか。ならいいわ。うぅ、オッケー。いや、でかい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 。うわあ、びっくりした。びっくりびっくりした。スピネルでかいぞ。これでスピネル5つになったな。ここじゃ見れないか。多分5つになったんで。 何かと交換してもいいかもしれない。何ここどこあーなるほどね。広場の他のとこに繋がってんだ。この、地下というか、井戸の中。でもって人の声が聞こえたな、今。これ覚えとくか。特に何も、まあアイテムは結構いいものが回収できたけど、あれかな。今後、よいしょ。ピカーンと。 今後あれかもな。何か敵に追われるときに、この通路が、有用かもしれない。まあもちろん敵がね、追ってこなければな話だけど、今後使える可能性もありますね。OK、行こう。先行こう、先。どんどん行こう。よっしゃ、じゃあ先に進んでいくんだけど、ちょっとね、キハーブだけスピネル交換して、体力の最大値だけ増やしてきました。というわけで、行きますか。いや、待って、人がいるなぁ、完全に。 んな声するけどっ速使ってみる、このボルトスロワーってやつ。一体どれくらい強いんだろう。弾をね、回収できるみたいなんで、使い勝手はいいのかなと思うんだけど、ここは、なんだ聖堂、教会の裏の聖堂か、これ。聖堂っぽいな。うん、風見たりもついてるけど。で、墓がこれ。お墓っぽいな、これ。おーっと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 ,と。教会。教会あ,あ、あれが教会会てか。これ、なんだったんじゃ 教会の入り口的なやつオッケー、じゃあこっからか教会ね誰か墓守ねオッケー、墓守だな明らかに撃ってみるおい撃ってみたメレああ間に合わなかった間に合わなかった間に合わなかったメレ間に合わなかったあぶねーこれでもう一回撃ち込んでメレナイスリロードしておボルト返ってくんだいいなボルト返ってくるの いいじゃん1発目はボルトスロアでよくねなら今後で帰ってくるんでしょ確実によいしょあびっ,っ,あっ,っびっくりしたびっくりしたびっくりしたなんだよ急に開けんじゃねえよどうすんだよ俺が目の前にいたら今頃もうなくなってたよ鼻がよいしょベネーナイスーよしいいねああ閉まない閉まないでくれおああナイスナイスハンダガン玉シンプルに嬉しいやつ うん、顔を受け。やっぱり墓守りか、うん、墓守りか、ここにいるのは。素材 S ゲット。うーん、な、まだいいか。ハンドガーの弾、拾えるんだったら拾いたいからなあ。もっと緊急事態になってからアイテムは、弾は作りましょうか。右側も回っていけるけど、一旦迂回していく一旦迂回していくか、これ。よし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 。 特に何え何もないのかこれいや何もないわけないよないやこの広いフィールド嫌だな絶対なんか後でここ襲われるやん何十人かに分かってるやん見えすぎてるやんそんなのまあい,いや相手も何もなかったので拾い出物も行きましょうかこれここが教会大統領うおーびっくりした娘が捕らわれているとされる教会だけどしまってね明らかにしまってねこれ アケロー開けろレオンだ開けてくれ来たぞレオンがダメ,ダメかーこれ明らかにはめますねこれあこちら HQ 違う <laughs> あなたか HQ はターゲットははいだがここの戸締まりはやけに厳重だ厳重だね間違いなく彼らがそこまでして守るものは一つなんだ何なんだ侵入方法を大統領の娘にそんな この教団に,にとっていいことあんのかいや、わかんないな。この教団にとってのリスクじゃない。リスクじゃなくて、なんだ、メリットか。メリットが何なのかわかんないわ。普通に。なんだ、ただ単にあれか国を揺すって、大統領を揺すってお金をもらうことかまあ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 。確かにな。それはなんか <laughs>、どの悪者もメリットありそうやな。それに関しては。 じゃあ丸い円盤みたいなの探しますかまあここら辺にあるんだろうな一旦破壊しといてまっすぐ行けるけどここ先に調べとくか開かない OK 一本道だ OKOK ボルトスロワーにリロードしといていねえなしてないな門待ちよしいいぞ門待ちだけは許さないからな俺 どんなとこに炭素置いてんのこれ。それは風化するやろこんなすと置いてたら。いいぞ。あああ依頼ある。ああ、星がある。上行ける。上行けるな。あ、宝箱もある。よしよし、この依頼は何だ墓嵐、えー。俺たちを裏切り兄弟についたえ、ああ、うんん。俺たちを裏切り兄弟についた恥知らずの双子。奴らの墓に描かれた家紋を破壊してくれ。墓の波紋を破壊。 赤の波紋をは、波紋波紋を破壊。俺も開くのか開いた開いた。蛍石の髪飾りゲット。ナイスナイス。髪にアイテム嬉しい。え、どうしようそれやっとくやっとくか。お金もらえるなら。スピネルのな、交換先がいまいちわかんない。あ、ああ開くんかいここあ、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 まあまあまあ。開くなら調べるか。開くなら調べよう。びっくりした。ここ開くんだ。わ、で近いけるわ。だって見て。 ご飯の地図外からの役を取り戻しにが主より別名ルマで娘は教会に幽閉ねはいはいはい鍵は湖の向こう大概の洞窟に遠い <laughs> 待て <laughs> 思ったより遠い湖かサプライズはいらないぞなるほど湖渡れとあこ使っとくか見つけたらどんどん使ってここういうのは開けてああ基本的に宝石とか監禁アイテムが入ってそうだね これ娘か。これが娘か。なんかもう死んでねこれ大丈夫明らかになんか痛めつけられてるな。ああ、ここでセーブできるな。セーブできるんだったら、時間的にも今回いい感じだから、これ一生いけるのか。待てよ。いい感じなんだけど、おまけで、赤だけ壊しとくか。ちょっくら壊してきます、赤。 これか、双子って。オーケー,ー,ケーよし、じゃあね、ちょっくらカバンは壊してきたんで、ついでにこの床下もね、調べちゃおうかな。こんばんは。おおああ、ん道があるだけか。わあ墓地やん、ここ。地下墓地やん。普通のゾンビはいないんだね。オッケー,オッケー。ゾンビがい,いないならよしとするわ。あ、これは。あ、こっちがむしろ正解のルートだ、これ。 なるほどねここ正解のルートですここだけ開けてここだけオープンしてちょっとこの先はね次回にしましょうか時間はいい感じなんで次回にしましょう OK 今回はここでセーブして終わりにしますね OK じゃあ今回ここまでにしますえー、ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら